内田ザリガニ。内田ザリガニは、エビ目、十脚目ザリガニシタザリガニ科に分類される、北米大陸原産の甲殻類の淡水ザリガニの一種で、標準和名は、内田ザリガニ。日本には、天然分布していない、外来種。環境省指定特定外来生物で、同種の単海ザリガニ P、L レニウスクルスと共に、日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。 下が確認された際、北海道大学教授の内田徹の手持ちのザリガニの標本画種の同定に役立ったため、敬意を表しは妙となっている。前後して、滋賀県の大御湖でも同種が確認され、単海ザリガニと同定された。当時は、内田ザリガニと単海ザリガニを別種として扱っていたが、現在この2種は同種、またはごく近縁の亜種と考えられている。その場合、 種は、英名から取られたシグナルザリガニ、パッセファスタカスリーニアスキアラスとして、北海道の個体群を、アシュウチダザリガニ P、エルトラウブリジ、大オオミ子の個体群を、アシュタンカイザリガニ P、エルレニウスクロスとしている。英名シグナルクレイフィッシュは、本種が第一、胸足下同士の白い反転を振り上げる動作が、信号を送っている姿を連想することに由来する。 体長は15センチメートル程度になり、日本ザリガニやアメリカザリガニと比較してやや大型。東京部全端が3本の棘状になっているほか、第一胸足、ハサミの可動子によく目立つ白い斑点があるのが外部形状最大の特徴である。ただ、生体では見分けやすいこれらの特徴が、弱霊様体ではやや不明瞭である。体色は緑褐色の個体がよく見られるが、 生息環境によって異なり、緑褐色、青褐色など様々である。アメリカ合衆国北西部、コロンビア川水域とミズーリ川、源流部原産、カナダ南西部ブリティッシュコロンビア州、ヨーロッパ各国や日本にも移入分布している。2000年代には、北海道、四国湖、東野湖、マシュウ湖、アカン湖、クッシャロ湖等、福島県、小野川湖、ヒバル湖、 秋元湖、長野県、滋賀県、大見湖、千葉県、利根川水系、福井県、九ず湖での生息が確認されている。アメリカのオレゴン州ポートランドコロンビア川流域の個体が1926年に農林省水産局、当時が食用を目的に実施した有料水族一植により、北海道マシュー湖に移入され養殖に成功した。その後、 1930年にかけて、計5回輸入され、一と一同一府21県の水産試験場に配布された。天然水域への放流記録は、の記録が残されている。しかし、滋賀県の石、寺内港及び対象地、福井県のイノシシが池では定着しなかったか、現在までの間に消失したと考えられる。長野県安曇野市に分布する個体の特徴は、 北海道及び、滋賀県の個体群とも異なっていると報告されている。なお、千葉県栄江町、利根川水系では2009年9月に生息を確認しているが、内田ザリガニに寄生している、寄生虫の分析から北海道あるいは、福島県由来の個体と推定されている。ヨーロッパでは、1960年に、アメリカのカリフォルニア州からスウェーデンに、初めて導入された。 1970年には2000個体がオーストリアに輸入され、いくつかの地域に放流された。他にも、デンマーク、フィンランド、ドイツ、オランダ、ポーランドといったヨーロッパ各国に定着が拡大している。冷水性の後半や河川に生息している。低水温については、マイナス33度まで、また高水温も30度で1週間耐えることができる。南限定着例である。 千葉県での生息例も、内田ザリガニの耐水温度は、摂氏30度以上であるためとされている。さらに本種は耐塩性も備えており、原産地の一つ、コロンビア側では、気水域での生息が確認されている。このため、内田ザリガニは冷水を好むといっても、渓流魚並みに、高温に脆弱なわけではなく、つながっている水域を伝って、自力で、 分布拡大する能力が高いと見られている。植生は雑食であり、魚類や訂生生物、水槽類などを食べる。また、共食いをすることが多い。繁殖期は10月。メスは100から500個程度を放卵し、翌年の春から初夏に幼体を放つ。寿命は約10年。主な天敵には、ナマズ、ウナギ、イトウ、タヌキ、サギなどが挙げられる。 北、アメリカやヨーロッパでは食材として漁獲や養殖が行われ、高級食材であるヨーロッパザリガニの代用とされている。料理は主に煮たり焼いたりして、フランス料理のソテーやスープなどにし、それは美味であるという。ザリガニはフランスではエクルビスと呼ばれ、フランス料理では一般的な食材として扱われる。しかし他の炭水動物と同様に本種は寄生虫。 ジストマの中間宿主となるので、生殖や加熱不十分なものを接触した場合に、寄生虫症に感染する恐れがある。日本では、アカンコで駆除されたものが、地元のレストランにて提供されるほか、レイクロブスターの商品名でた地方にも出荷されている、工術の観光資源化も参照。外来生物法に基づき特定外来生物に指定されているため、現在では、 無許可での飼育や息、蝶と輸入等が禁じられている。かつて本種はアメリカザリガニほどではないにしろペットとして普及していた。しかし低水温を好み温かい水や汚れた水では生息できずに死んでしまうために低温装置やエアポンプが必要不可欠であるなどアメリカザリガニよりも飼育が難しいとされた。北海道では日本固有種である 在来種の日本ザリガニの生息域と競合して圧倒している。水生生物、魚類、植物の食害も深刻で、陸水生態系に大きな影響を与えている。天然記念物のヒブナが生息する釧路市のハルトリコでは、内田ザリガニによる水草の食害で、ヒブナの産卵床が食い荒らされ、合成樹脂製の人工産卵床を沈める対策がなされている。 アカンポでも天然記念物のマリモが内田ザリガニの食害に遭っていることが確認された。有名な事例として世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている卵菌類のアファノマイセス菌、アフノミセスス・テイシー、別名ザリガニペストがあり、ヨーロッパではホワイト、クロード・クレイフィッシュなど在来ザリガニの局所的絶滅をもたらしている。こうした 病気の日本国内の侵入は確認されていないが、日本ザリガニはこの病気に感染すると100%死亡する。2006年2月1日より本種は外来生物法に基づき特定外来生物に指定されている。日本生態学会では日本の侵略的外来種ワースト1 0に本種を選定している。北海道では駆除活動が盛んに行われており、 2010年度の捕獲数は約15万匹に上っている。東野湖ではボランティアダイバーの協力やカゴを使用した駆除を展開し捕獲している。単に駆除するだけにとどまらず、本種を料理にして観光資源として活用する動きも各地で行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。